どうも、キャンプファイヤーをご覧の皆さん、ケント小林でございます。皆さん、はじめまして、はじめましての方が多いですからね。この度ですね、何の因果がこの株式会社人間の、皆さんとですね、アプリを作るという話になりまして、打ち合わせ段階でね、ほぼ仕事の話はせずに、僕の性癖をね、つらつらと聞いていただくという、打ち合わせだったんですけども、まあ、そんな中僕はあの部屋で一人でいて、まあいろんな何かをしている時に、まあ誰かに見られたい願望があるんですよという話をねふとしたところ、そんなアプリになってしまうんじゃないかという、見てる境と言いますかね、見てる境です。見てる女や境。見てる女や境という本当にね、僕の願望が全て詰まったこのアプリが見てる女や境なんですよ。これ本当にずっとね可愛い女の子に見られていたいっていうのは決して僕だけの願望じゃないんじゃないかと、多くの方に楽しんでもらえるんじゃないか、いろんなシーン、いろんなシチュエーションでね楽しんでいただけるアプリになるんじゃないかということで、まあただこのアプリの開発ですね、まあ、私を含め、まあ、ノーギャラで動き出しているという、惨状でございまして、ぜひ賛同いただけたら、ちょっとご協力いただけたら非常にまあ助かると言いますか、まあ、それしか方法がないと言いますか、支援していただける方はですね募っております。ぜひ皆さん一つよろしくお願いします。お願いします。お願いします。人間も言っております。人間とケント小林が頭下げる境、一つよろしくお願いします。お願いします。